世界は、ロシアのウクライナ侵攻後、劇的な変化を見せています。今回は、尖閣諸島に工作物を設置か、を詳しく見ていきます。自民党の高市政調会長の発言ですが、日本が実効支配するべき時が来ています。北方領土も、話し合いでは解決できないところまで、自由民主党の高市早苗政調会長は、2022年3月9日の参議院会館での講演で、日本固有の領土である沖縄県石垣市の尖閣諸島について、領有権を主張しつつ、海警局の公船によって、不法に領海や接続水域への侵入を繰り返す中国に対して、尖閣諸島が日本の領土であり、施政権が存在することを明示して対抗すべきと主張した。高市政調会長は、尖閣諸島が実効的に日本の領土であることを示す工作物の設置、あるいは何らかの形で日本の施政権が及んでいることを明確に示すことが非常に大切であると述べている。そして、太平洋戦争終戦時のどさくさに紛れたロシア、当時はソ連にかすめ取られた形の北方領土に、ロシア人が住民として定着し、軍隊が常駐していることや、同じく、コソ泥のように、韓国に奪われた島根県竹島に、韓国の警備隊が常駐していることを実効支配されている、事例として挙げ、長年実効支配され続け、国際法的に、相手国の領土と認められてしまうこれらの領土を武力で奪還することは、憲法上認められていないとした上で、取られてしまえば終わりだと語った。自民党内には、尖閣諸島に政府によって、ヘリポートや灯台などを建設することで、施政権を主張すべきとの意見があり、高市政調会長の発言は、それを支持するものとされている。また、高市政調会長は、非核三原則についても触れ、核兵器を持ち込ませずの原則については、有事の想定を、日本とアメリカとの間で共有しておくべきと指摘し、政府が改定を進めている国家安全保障戦略の議論と合わせて、自民党安全保障調査会においてしっかり議論するとの考えを明らかにした。ただ、現在の自衛隊とアメリカ軍との間で、アメリカ軍の核兵器をニュークリアシェアリング、核兵器共有として共有することについては、自衛隊法ではニュークリアシェリングを想定していないため、現状のままでは難しいとの認識を示して、自衛隊法の改正などの法整備が必要であると指摘した。この高市政調会長の講演発言を受けた、インターネット上での反応は、賛同するものが多く、尖閣諸島における、施政権の明示を早急に実施すべきとの声が圧倒的であるが、灯台やヘリポートを作るくら、なら自衛隊が常駐できる前哨基地を建設することが望ましいとする声が上がっている。しかし、尖閣諸島や小島や岩礁で構成されていて、一番大きな魚釣島でも面積が 3.82 しかなく、自衛隊部隊を常駐させるとしてもごく少数と見られている。魚釣島にはかつて1980年代に仮設ヘリポートが設置されたことがあったが、中国政府がそのことに抗議したため撤去されている。また、2000年4月には右翼団体の日本青年社の主導によって、お釣り島に木造りの祠が建てられ、尖閣神社が創建された。これは日本青年社がお釣り島の2カ所に灯台を建設した際に創建されたもので、毎年灯台を点検整備していた頃は、例祭や船舶の航行安全祈願などが行われていた。2基の灯台のうち、魚釣島灯台は、後に、日本青年社から日本政府に寄贈され、現在では国有財産として登記されて、海上保安庁が管理しており、海図にも、その存在が記載されている。しかし、2003年3月24日に、
中国人の活動家7人が、日本の領海を侵犯した上、ボートで、魚釣島に、不法に上陸を観光し、島内で中国国旗を振るなどしたため、沖縄県警が、ヘリコプターで、警察官20名を派遣して、全員を、出入国管理法違反として、不法入国の疑いで逮捕したが、その際に、尖閣神社の祠が破壊された形跡が明らかにされた。日本青年社は、魚釣島に上陸して、祠の状況を調べようとしたが、海上保安庁の制止によって、石垣港から出港することができず、沖縄県警に被害届を提出し受理されたことで、尖閣諸島に日本の主権が及んでいると主張した。その後、2008年頃に祠が壊れていたことが分かったものの、そのまま放置されていたが、2019年に、御祭神、天照大神、日本武隆を、石垣島北西部の石垣市深井に移設、鎮座され、2019年2月17日に、奉祝祭が、境神社、茨城県の滑川雄二宮司、朝、峰神社、高知県の野村隆雄宮司、多賀神社、長野県の村上憲隆宮司により取り行われた。このような経緯で、魚釣島には尖閣神社はなくなったものの、日本青年社が建設して、海上保安庁が管理する灯台と、尖閣神社が建立されたのと同じ2000年に設置された、尖閣諸島防衛協会が建てた、日本国旗の石踏みが、日本の主権が及んでいる、証紙として残されている。尖閣諸島について、アメリカは、その領有権について、最終的に、判断を下す立場にないとしつつ、領有権をめぐる対立は、関係当事者間による平和的解決を期待するとの中立的立場を示しているのであるが、その一方で、尖閣諸島派1972年の沖縄返還以来、日本の施政下にあり、日米安全保障条約第5条の適用対象となるとの見解も示している。とはいえ、今の尖閣諸島では、中国の海警局の艦艇4隻が毎日のように領海侵犯を繰り返し、島に接近する日本漁船や海上保安庁の巡視船に接近して威嚇を行っている状況であり、いつ中国人に上陸されてもおかしくないとされている。政府自民党の中には、現外務大臣を含め親中派とめされる議員が多数おり、中国に進出している。日本企業などに忖度するあまりに、尖閣問題を棚上げして、中国との関係を保とうとしているのは残念なことである。高市政調会長が声を上げているうちに、自衛隊の配備までは、無理としても、尖閣諸島が日本の領土であることを示す、工作物の設置を急、敵速やかに実施してほしいとの声が多数上げられている。この度のウクライナ侵略において、日本が学ぶべきことは、核を持たざる国は、核を持つ専制主義国家に対抗する術がないということが一つ。そして、現在のアメリカは、かつてのような、世界の警察官たる強いアメリカではなく、自国を守ることに手一杯で、遠方から、助けを求める小国を簡単に見捨てる国になり下がったと見る向きがある。尖閣諸島が奪われたとしても、安全保障条約が発動しない可能性を、日本は想定しておくべきであろう。そして、もし、自衛隊法などの法整備がなり、アメリカとのニュークリアシェアリングが実施されたとしても、その時に、ロシアや中国が、核兵器使用の可能性をほのめかすだけで、バイデン大統領は、日本を助けることを諦め、核兵器を提供しないだろうとの見方が強くなりつつあり、もはや、アメリカの核で守られる時代は、終わったとする声が聞かれる。日本は海に囲まれているため、多くの日本人は、実感がないであろうが、実は、なりふり構わず、核兵器使用を振りかざし、己の権益を主張する、悪魔のような二つの、
専制主義国家と国境を接している。日本人は、国防について現実を見据え、悪魔国家に対抗する術となる核兵器の保有を、真剣にかつ早急に検討するべきであろう。日本の現、岸防衛大臣が、記者会見で、最も興味深い発表があった。近未来兵器レールガン開発に、65億円の予算を明言した。今回は、この近未来兵器レールガンを詳しく見ていきますね。日本も、あと一歩のところまで来ている状況なのか、アメリカさえ断念している、レールガン開発を続行。注目するところは、大型化が、敵になっていることです。日本の開発内容を一緒に見ていきましょう。2022年1月11日、日本の現、岸防衛大臣は、記者会見において、来年2023年度から、レールガンの開発を本格化させると述べ、同兵器は、すでに、2022年度予算でも、65億円投じられており、2029年度での実用化を目標とすることが決定している。レールガンは、ガンとは言うものの、従来の一般的な火砲と異なり、火薬を用いて、砲弾を発射する仕組みではなく、ローレンツ力と呼ばれる電磁気力によって、それを行い、長射程、極超音速の撃兵器となることを基としている。すでに、自衛隊の兵装を研究している防衛装備庁において、テストでは、レールガンから、秒速約 2300km、つまり、マッハ7に相当する速度を記録しており、この実用化に向けて、大きく舵を切ったと言える。レールガンは、いわゆる砲身の内部に、2本のレールを平行に配置し、これらに電流を流すことで、砲弾に相当する物体を電磁力によって射出する兵器であり、原理、構造的には、かなりシンプルな作りであると言ってよい。そのため、アイディアとしての兵器構想は、かなり古くより存在し、日本を含む世界各国で研究されており、すでに、第一次世界大戦時には、実用化に向けた開発が進められていたが、当時の技術力では、それは実現していない。大きくは、砲弾部分と砲身部分の摩擦の発生を解消できなかったこと、必要とされる電力が、レールガン、
一問あたりでも莫大であったことが、その理由だが、その課題のため、以後しばらくの間は、顧みられることはなかった。しかし、1960年代に入り、かつて、1830年代に、マイケル・ファラディが考案した、単極発電機を使用することで、レールガンは再び注目され、1980年代に、アメリカが推進した、SDI 計画によって、その動きは加速していく。アメリカの SDI 計画は、当時の人気 SF 映画にちなんで、スター・ウォーズ計画とも称され、宇宙空間の衛星軌道上で、早期の警戒監視を担う衛星、レーザー兵器やミサイルを搭載する、攻撃型衛星を配備する、壮大な計画だった。これは、当時激しい旧ソ連との冷戦状態に置かれたていたアメリカが、旧ソ連からの大陸間弾道弾による、自国への攻撃を緩和するために打ち出した計画であり、多層的な大陸間弾道弾の迎撃体制を目指したものだった。宇宙区間は、ほぼ真空であるために、空気抵抗を考慮せずとも、良いことや、同時に、太陽光を、大気のある地上よりも、効率的に、エネルギーとして利用できることから、宇宙空間で運用する兵器としての、レールガンの有用性が高まったと言える。ただし、1991年に旧ソ連が崩壊し、第二次世界大戦後に長年続いた冷戦体制が終焉を迎えると、それに比例して SDI 計画も縮小され、物理的な火砲との費用対効果や、やはり電源確保の困難さから、レールガンの開発は頓挫した。ここからも明らかなように、レールガンの実用化には、現実的に、電源をいかに確保するのかという点が、大きな課題として、絶えず横たわっており、これが今に至っても解消すべき最大の問題点となっている、状態である。それでも、近年のアメリカ海軍では、主として、水上戦闘艦の火砲や、各種のミサイル類、航空機から、運用する誘導式の爆弾類を、それらより低コストで代替できる可能性を模索する一環として、レールガンの研究を行っている。ただし、この研究で試作されたレールガンの最大射程距離は 200km にも届かず、日進月歩で長射程化が進む地対艦、空対艦、艦対艦ミサイルに対して、それを凌駕する距離からの運用は不可能と判断された。ことに、ここ最近、中国やロシアで実用化が進んでいる地対艦、空対艦、艦対艦ミサイルは、射程距離で約 1000km 以上、飛翔速度も、音速の5倍以上となる極超音速を実現しつつあり、水上戦闘艦への実装をアメリカは断念したと言える。これも、レールガンを水上戦闘艦に搭載するには、必要となる。膨大な電力を供給する電源を確保できないと、アメリカ海軍では判断したものだが、一応日本が開発するレールガンは、陸上設置型が基本という相違点はある。これは、水上戦闘艦にレールガンを搭載するよりは、電源確保という問題に関しては担保されていることを示してはいるが、果たしてそれだけで有効な兵器となるかといえば、懐疑的な声の方が多数派のように思える。というのもアメリカ海軍でも、レールガンをミサイル防衛の一手段として検討はしてきたと言えるのだが、これは従来の大陸間弾道弾のように大きく放物線を描いて飛翔する着弾位置の推測が、比較的容易なケースを想定していたものだ。しかし、近年では、大陸間弾道弾であっても、ロシア製のイスカンデルのように飛翔する軌道を、変更可能な種類のものが登場しており、なお、かつ、これは、音速の5倍以上の極超音速を発揮するため、レールガンでの迎撃は極めて困難だと見られている。日本の防衛装備庁によれば、
試作されたレールガンの砲弾は、秒速2300メートル以上、マッハ7弱で射出されるというが、この速度でも、200キロメートル離れた目標に到達するは、約1分以上が必要な計算となってしまう。こうした数値を考慮すれば、陸上設置型で、ひとまず電元供給には問題がないと仮定しても、アメリカ海軍ですら断念した軌道を変えつつ、極超音速で飛翔する兵器を遠距離から正確に迎撃できるレールガンを日本が独自開発できるのかは疑問だろう。一方で、北朝鮮は2022年に入り、この1月だけで5日、11日、15日、17日の4日で合計6発のミサイル発射を強行しており、現岸防衛大臣が冒頭のようにレールガン開発への予算拠出を述べたのも、これに対応する政治的な対処の一環と思われる。この時期に北朝鮮が過去に類を見ないペースでミサイル発射を強行した背景に何があるのかは定かではないが、中国、北京で開催される冬季オリンピックや韓国の大統領選挙を睨んだ牽制策ではないかなど、様々な意見がある。北朝鮮の発表が事実だとすれば、5日と11日に発射されたミサイルは、軌道変更が可能な極超音速タイプであり、中国やロシアに続いて、最も政治的な交渉が困難であろう国が、軍事的に対処することもまた、困難な兵器を手にした可能性がある。北朝鮮が極超音速兵器の開発を表明したのは、昨年2021年1月のことであり、同国の軍事的な技術の水準や期間から考えて、これがすぐに実用化されるとは考えず、来が最も身近な韓国国防部も、5日のものはマッハ6に達しているとは認めているようだ。加えて、韓国では、11日のミサイルは、マッハ10に到達した可能性を示唆し、警鐘を鳴らしてるが、これは、額面通りに、その飛翔速度を捉えるべきというよりも、韓国側が、政治的に、北朝鮮の脅威を強調するために利用しているとの見方も、一部に存在する。そうは言っても幸いにして、近年では、国家同士が、実際の武力行使に至るまでには、かなりの障壁があり、そこに至らぬようにするために保有している兵器の力を誇示して、均衡状態を維持することが、半ば常識と化している。それを考慮すれば、日本が、レールガンの開発を打ち出したことは、政治戦略上からは、あながち間違いとも言えぬ牽制行為であり、ここで稼いだ時間を利用して、今後の防衛施策に、実際に有効な装備を検討すべきだと思えてならない。
イギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーにおいて、三菱電機とレオナルド UK 社との次世代レーダーを共同開発するとの情報をキャッチしまいた。今回は、この次世代レーダー共同開発を詳しく見ていきますね。本格始動した F3 戦闘機開発とテンペスト同時進行で進んでいき、ますね。2022年に入って以降に、日本は航空自衛隊の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機計画について、イギリスとの協調と連携を図りながら、これを推進する方向性が打ち出され、アメリカ一辺倒だった領域に変化が見え始めている。今年2022年2月中旬には、イギリスの国防省が、日本との間で世界的に見ても、先進的な戦闘機用センサの共同研究に乗り出すために、基本となる合意書を取り交わしたと発表。スコットランドにおいて開始される見込みだと伝えられた。ここで言うスコットランドとは、イタリアの軍需企業大手、レオナルド社のイギリス現地法人である、レオナルド UK 社を指しており、同社が、戦闘機用センサの日英への共同研究の中核を担うことが明らかになったと言えた。レオナルド UK 社では、ジャガーシステムと呼称されるユニバーサル RF センサ技術を用いており、脅威となる敵目標を検知、迅速かつ精緻に特定するもので、敵側からの同様な動きを阻害する働きを担い得ると考えられている。このユニバーサル RF センサ技術が用いられた戦闘機用センサは、これまでの同種のものと比して、実に1万倍以上に相当する、データ収集能力を実現し、それらを解析して使用することで、高度な戦場での認識能力を発揮するという。レオナルド UK 社のジャガーシステムは、開発完了までに、およそ5年ほどが見込まれており、その間、日本とイギリスとは、双方で、2機ずつ、のこれを搭載した実証実験機を通じて、そこで得られる情報の共有を図るとされている。そして、2022年7月19日、日本とイタリアとの次期戦闘機開発における協力関係をさらに強化すると、イギリス政府が発表、今年2022年中をめどとして、より詳細で具体的なこの3カ国における協力計画を進めていく方針であることを表明した。前述のレオナルド UK 社によるジャガーシステムや、イギリスのロールス・ロイス社と日本の IHI 社による機関部の共同開発等が進められている次期戦闘機開発に対し、ここに本格的にイタリアも参画することが示された形だ。イギリス政府は今回の発表について自国を含め日本、イタリアともにアメリカ製のいわゆる第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2を運用中でかつ、これまでにも合同軍事演習を行った経緯があることを前面に出した。さらに、イギリス政府は、同国の大手軍需企業、BAE システムズ社が、新しい実証実験機を、今後、5年内をめどとして、機体のステルス性能を試験する目的で製作し、それを、世界に向けて公開する予定であると述べている。こうしたイギリス政府からの発表を受けつつ、7月18日から22日までの日程で開催されていた、今回で51回目となった、ファンボロー国際航空ショーでは、レオナルド UK 社と日本の三菱電機社とが、新たな発表を行った。ちなみに、今回のファンボロー国際航空ショーも、イギリス南部、ハンプシャー州のファンボロー、空港を舞台に開催されており、これまでは、学年開催が常であったが、前回2020年は、新型コロナウイルスの蔓延で未開催だった。今回のファンボロー国際航空ショーでも、アメリカのボーイング社、レイセオンテクノロジー社、イギリスの BAE システムズ社、ロールス・ロイス社等々、西側を代表する、
航空宇宙関連企業が複数参画して行われた。そこで、ジャガーシステムを有するレオナルド UK 社と三菱電機社とが、その技術を搭載した実証実験機の開発において協力することが合意に達したと述べられ、2月に取り交わしが行われた合意書をさらに一歩進めたものだ。これまでの合意書では、新たな戦闘機用戦車として、その準備段階としての概念の分析や実現に向けた可能性の調査を行っていたが、これをベースに実際の共同開発のフェーズに移行していくことが確認されたと見てよい。レオナルド UK 社の母体であるイタリアのレオナルド社は、ジャガーシステムのみならずユーロファイタータイフーン等採用のレーダー開発にも従事しており、アメリカ法人のレオナルド DRS 社も同様である。レオナルド DRS 社はアメリカやイスラエル企業とも協業しており、各種の航空機や艦艇、地上車両に搭載する複数のレーダー開発を手掛けており、同分野において世界で最先端の技術力と開発力を有すると考えられている。こうした動きを通して、日本とイギリスとの前者の次期戦闘機開発、後者のテンペスト計画は、着々と進展していることが感じられるが、イギリスのロイターも、7月14日に、これらに関する記事を掲載し、注目を集めていた。ロイターの記事によれば、イギリス側は、前述した7月18日から開催されるファンボロー国際航空ショーにおいて、自国で進めるテンペスト計画についての新情報を明らかにするのではないかとの見通しを述べている。そこでは、イギリスと日本とが、各々の抱えるテンペスト計画と次期戦闘機開発計画について、それらを一つにした次世代の戦闘機の開発に集約する可能性について言及されており、究極的な開発、及び調達コストの低減を志向していると予想している。ここで完成を見た次世代戦闘機については、日本とイギリスとが、相互に、自国での調達、運用を行うことと並行して、前者がアジア市場、後者がヨーロッパ市場への輸出も、念頭に置いているとも述べてられており、注に興味深い。これが事実だとすれば、日本にとっては、これまで、最も有力な防衛装備品の海外輸出を行う可能性も秘めているようにも感じられるが、現状では、ここまで踏み込んだ展開は、日本、イギリス政府の公式な発表には含まれてはいない。また、そうして、次世代戦闘機が完成を迎えたと仮定しても、日本、イギリスともに、アメリカ軍との相互の運用性を保持するための各種の通信機器やデータリンクに必要な電子機器類は、アメリカ製の製品を抜きにはできないとも言われている。2022年5月に、日本のマスメディアである大手新聞複数社が、日本の次期戦闘機開発は、イギリスとの共同開発に、舵を切ったと報じたが、これを全面的には支持しない、テレグラフ社等の海外メディアの分析も存在している。そこでは、日本は、集団的、自衛権が防衛政策として容認されておらず、この縛りから、アメリカとの安全保障体制からの脱却は困難で、イギリスが、その地位を取って代わる存在となることは、事実上ありえないだろうと述べられている。アメリカは、自国の国際的な基本戦略の一環として、先進的な軍事技術の輸出や移転するに、際に、そのすべてを開示することはなく、また、さらにそれらを行った相手国に対しても、厳しい運用上の制限を課している、レーハマイ挙にいとまがない。イギリスもそうしたアメリカの姿勢は熟知しており、こうした認識は、西側諸国にも共通するものと言えそうだが、無論、日本も、現行の F2 戦闘機を開発するにあたって、F16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得ず、これは痛感している。そのため、イギリス政府が、
日本との連携を模索してきた背景には、軍事的な連携を進めるというよりも、拠出可能な日本の財力に着目しているとの見方も多く、今年2022年中とされる日本の次期戦闘機開発の方向性からは、目が離せない。航空自衛隊用 F-35 戦闘機専用空対空ミサイルをアメリカ政府が売却を承認したとの情報をキャッチしました。今回はこの空対空ミサイル AIM-120 アラームについて詳しく見ていきますね。かなり高額な売却承認、日本は飲むしかないよね。日本の航空自衛隊が現状で最大105機の配備を目指して調達中の戦闘機がアメリカはロッキード・マーチン社製のいわゆる第5世代と言われる F-35 ライトニング 2A 型であり、今後は星空戦闘の中核を担う機体となる予定だ。そうした航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型は2022年度までに合計で55機の調達予算が組まれており、ちょうど計画数全体の105機に対し、半分強のところまで予算上の取得計画は進んでいる状態となっている。この航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2A 型に向けて、2022年7月25日にアメリカ政府は、同国軍需企業のレイセオンテクノロジー社が、製造を担う中距離空対空ミサイル AIM-120 アラームの売却を承認した。今回、アメリカ政府がその売却を承認した AIM-120 アラームは総数で150機とされており、金額としては合計でおよそ400億円であり、1機あたりは約2億7000万円ほどに相当する金額だと単純計算では算出される。これまでも航空自衛隊ではアメリカからの AIM-120 アラームの売却承認を適宜受けており、2014年12月に17機、2017年10月に56機、2020年8月に32機と、その合計で105機に到達する数となってはいた。これらこれまでの105機の AIM-120 アラームはその中でも C 型と呼ばれている形式のものだったが、今回の報道では、細かな形式までは報じられておらず、同様のものか否かは、現状では不明である。現時点での AIM-120 アラームの最新型は、D 型と呼ばれている形式であり、アメリカ海軍とオーストラリア空軍で採用されており、射程距離では、C 型の約 105km から D 型では約 180km まで延伸されているという。日本では F-35 ライトニング 2A 型の採用が決定した後の今も、数の上での主力戦闘機である一部の F-15 や F-2 戦闘機用の空対空兵装として国産の99式空対空誘導弾を配備していたが、 F-35 ライトニング 2A 型ではこれへの統合が困難である。それは、完全なるステルス性能を発揮させる上で、F-35 ライトニング 2A 型においては、兵装類を、胴体内のウェポンウェイに収容する必要があるが、99式空対空誘導弾は、これに、収めることが困難な大きさであり、これまでも、未対応という経緯がある。ちなみに、AIM-120、アラームの C 型は、
直径が 0.17 メートル、全長が 3.65 メートル、全幅が約 0.48 メートル、重量が 53 キログラム、弾頭重量が 7.31 キログラムであると、使用上の数値では公表されている。これに対して、99式空対空誘導弾は、直径が 0.203 メートル、全長が 3.667 メートル、全幅が約 0.77 メートル、重量が220キログラムと、全長こそ近似であるものの、幅や重さで大きく上回り、F-35 ライトニング 2A 型には、そのままでは対応ができない。ただし、コスト面に視点を移してみると、航空自衛隊での99式空対空誘導弾のこれまでの調達価格は、1機あたり約6500万円ほどであり、付属品等を勘案して、単純比較は難しいものの、今回の AIM-120、アラームの4分の1程度である。当初 F-35 ライトニング 2A 型を開発したロッキード・マーチン社側では、99式空対空誘導弾を同機に統合することは、若干の手を加えれば可能との見解を示していたが、これは同機を進めた上での還元だったという側面が拭えない。AIM-120、アラームを製造する、レイセオンテクノロジー社側は、当初より直径の太い99式空対空誘導弾を、F-35 ライトニング 2A 型のウェポンウェイに収容することは困難であり、統合に必要なソフト等の対応を考慮しても、合理性が低いと述べていた。まあ、ロッキード・マーチン社と異なり、レイセオンテクノロジー社は、自社の AIM-120、アラームを販売することが、最大の目的であるため、多少割り引いて考える、必要もありそうだが、日本側が独自に進めるハードルは高かったのだろう。そうした現状の中で F-35 ライトニング 2A 型に搭載、可能な空対空ミサイルの選択肢としては、イギリスに本拠を構える MBDA 社が持つ元は、ユーロファイタータイフーンや脱走ラファール用のミーティアの改良型が挙げられる。ミーティアの改良型は、スナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルと呼ばれているもので、ベースのミーティアの小型化を行うことで、F-35 ライトニング 2A 型のウェポンベイに4機を収容するべく開発が行われている。日本は、このスナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルに対して、すでに2014年からこれに搭載するシーカー、目標操作装置の共同研究を行っており、その完成が待たれる状態だと言ってよいだろう。こうしたズナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルをめぐるヨーロッパイギリスとの協調関係は、次期戦闘機開発計画においても注目されている部分であり、これらの実績が左右した結果との見方も多い。ちなみに、2008年時点でのドイツにおけるミーティア1機あたりの調達価格はおよそ1億2000万円強であり、99式空対空誘導弾と比較すれば2倍弱ではあるものの、今回の AIM-120 アラームに対しては半分以下の。これが、スナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルとして、完成を見た場合のコストは未だ判断できないが、少なくとも AIM-120 アラームほどの高コストにはならないという見方が大勢を占めている。それでも、いかに AIM-120 アラームが日本にとって高額とはいえ、F-35 ライトニング 2A 型用の兵装として調達する意義があるのは、同ミサイルが近年では数少ない実戦での使用で、成果を上げている点が大きい。AIM-120 アラームは1992年12月に同ミサイルを搭載したアメリカ空軍の F-16 ファイティングファルコンがイラク空軍の MIG-25 と対峙し、総機警戒管制機との併用で
見事これを撃墜する戦果を見せている。AIM-120 アラームは、現在のロシア・ウクライナ戦争で、個人携帯型のロケット兵器として名を馳せた FGM-148 ジャベリン等と同じく、発射後に、すぐに、破破機が回避行動に移れるファイア&フォーゲット機能を有している。AIM-120 アラームは、本体の先端部分に、レーダーを内蔵することで、アクティブレーダーホーミング方式を実現しており、先の実戦での撃墜実績と相まって、その性能自体は、疑う余地の内空対空兵装だと言えよう。昨今は、ウクライナに対して、アメリカが、ついに、戦闘機の供与を行う可能性も示唆され始めているため、このまま長期化した場合には、ウクライナ空軍が、F-16 ファイティングファルコンで、AIM-120 アラームを使用する局面が訪れる可能性もあるかもしれない。防衛省が、ついに、一蓋式ステルス巡航ミサイルを開発との情報をキャッチしました。今回は、この、一蓋式ステルス巡航ミサイルを詳しく見ていきますね。日本も、ついに、長距離巡航ミサイルを完成間近に、テストと量産化ですが、ハイマースの登場で、戦車の存在が薄れています。日本の防衛省は、2022年7月22日に、自らのホームページ上に、令和4年版防衛白書を掲載。その内容は、本編、別冊、資料編、防衛年表の4つの POF ファイルで、自由に閲覧することが可能であり、英語、中国語版も用意されている。また、ここに、初めての防衛白書、第2版、も同時に用意されており、防衛省サイドでは、小学校高学年以上の層に向けた、防衛白書の内容を噛み砕いて、平易に説明したものとして、啓蒙活動を促進していることが伺える。こうした中にあって、別冊の POF の21ページ目において、三菱重工業者で、今、まさに開発が進められている、2、意識地対艦誘導弾、能力向上型が写真付きで掲載されており、防衛装備品の研究、開発の一例に挙げられている。この部分の内容は、本編の PD では439ページに該当するものであり、日本の防衛装備品の研究、開発の現在の状況と今後の対応方針について述べられており、その中で、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型が重要な意味を持つことを示したと思える。ここでは近年の防衛装備品は複雑かつ高性能化の一途をたどり、海外からの調達は単価を含めて総じて上昇しており、逆に国産品は減少傾向が顕著で、その技術的な基盤を維持していくことが困難に直面していると説いている。こうした状況下において、防衛省は、多次元統合防衛力の構築を唱え、その実現に必要な質、及び、量の確保を推進するにあたり、大きく、6つの取り組みを行うことが、必須になると、
今回の令和4年版防衛白書において記述している。一つ目は、各種の無人化、消費化を含めた統合運用を目指し、それに必要な装備体系の見直しを図ることであり、自衛隊のみならず、世界的な兵器体系のトレンドに合わせて、その装備の近代化を目指すものと解釈できる。二つ目は、日本の技術的な優越確保に向けた取り組みを戦略化して、研究、開発をさらに進め、民生品に使用される技術を積極的に活用すること等を通して、その技術的な基盤を高めていくことを目的とすると打ち出されている。三つ目は、防衛装備品の複雑かつ高性能化を反映したコストの上昇に対し、その取得時の効率化を図ることと、組織的な管理の体制を構築することによって、装備品の調達そのものの最適化を図ることが挙げられている。四つ目は、日本国内における高性能な防衛装備品の生産活動と、その実現を可能とするために、産業基盤自体の高稼働率を確保して、強固な体制を構築する必要性を唱えており、国内の防衛産業の空洞化を防止することを期としている。五つ目は、現行の防衛装備移転三原則に準拠した防衛装備品の展開と、その技術協力が必須であると述べており、防衛装備品の海外への輸出も含めた活動を推進していく方向性を今後も継続していくことを明確にしているようだ。最後の六つ目が、これまでの5つの取り組みと並行して、防衛省が持つ軍事的な知見を、経済的な安全保障の取り組みについても活用していくことを打ち出しており、日本の国家としての政策にも、今まで以上に、防衛省がノウハウを提供すると読める。こうした量は4年版防衛白書の取り組みを象徴するかのように、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型の写真が添えられているわけだが、その外観は、元となった人に、意識地対艦誘導弾の原型は、ほとんど止めていないと言って過言ではない。オリジナルの、一蓋式地対艦誘導弾は、従来型のミサイルといってイメージされるような、典型的な円筒形の形状をしていたが、一蓋式地対艦誘導弾、能力向上型では、ステルス性と長距離の飛翔が求められるため、大きく形状が変化している。写真を見る限り、人に意識地対艦誘導弾、能力向上型は、ステルス性を考慮した、シャープな面を組み合わせた造形をしており、中央には主翼と言っても良さそうな、安定した飛行を実現させるための大きめの翼が取り付けられている。もともとの、人に、意識地対艦誘導弾は、最大射程距離でも約 200km 弱であったものが、人に意識地対艦誘導弾、能力向上型では、これが、約 1500km ほどにまで延伸される予定であるため、大幅な外観の変更がなされている。このように、大幅に射程距離が延伸されたとはいえ、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型でも、飛翔速度自体は、亜音速の巡航ミサイルであるため、敵の対空ミサイルによる、撃の確率を下げる意味で、ステルス化は必須だったと見るべきだろう。人に意識地対艦誘導弾、能力向上型は、今後は、航空機に搭載するための空対空型や、艦艇等に搭載するための艦対艦型への横展開が行われるほか、攻撃の対象も、対艦攻撃に止まらず、対地攻撃に転用することも想定されていると思われる。こうした長距離攻撃が可能な巡航ミサイルは、対艦、対地攻撃を問わず、これまでに日本政府が表明してきた、スタンドオフミサイルという、考え方を実現するものであり、自軍の損害を抑えつつ、相手に効果的な打撃を与える手段と言えよう。日本では、これまで、対地攻撃を前面に出してしまうと、敵基地攻撃能力の保有だの、攻撃的兵器の保有だのと、
ソシウタ装備の配備に反対する勢力からの反発が多かったが、ロシア・ウクライナ戦争の現実は、こうした考えの稚拙さを明確にした側面もある。ウクライナに供与されて、ここ最近は、ロシア軍への有効な反撃に使用されつつある、ハイマース等の多連装ロケット兵器だが、これらは、地対地を原点にしながら、地対艦艦用途への使用も付与可能であり、人に意識地対艦誘導弾、能力向上型とは逆のアプローチとも言える。さて、こうした、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型の写真が掲載された令和4年版防衛白書だが、この公開から、3日後の7月25日には、中国軍が、これまでにない行動を行ったことも報じられており、南西諸島方面の防衛に、注目が集まっている。それは、中国の大型の偵察、及び、攻撃用の無人航空機、TB-001 が1機、中国大陸から、東シナ海を南東方面に進み、沖縄本島と宮古島間を抜けて、太平洋に進出。そこで、進路を南西方向に変えて、台湾の東海上を飛行して去ったとされている事実だ。中国軍の無人航空機が、単独で、このような行動を行ったことは、これまでになく、そうした進路を飛行できるように、事前にプログラムが行われ、かつ、そうした飛行をアシストする、高度な通信技術を確立しつつあることが脅威と見さされたと言える。今回使用された中国の無人航空機 TB-001 は、昨年2021年8月にも、他の中国軍の航空機とともに、沖縄本島と宮古島間を抜け、大東諸島の周辺海域に出没したことがあり、双発の機関部と、双胴の形状を持った、大型の無人航空機である。実は、さらに、今から、5年までの2017年5月には、中国公船から放たれたと、おぼしき無人航空機が船、各諸島の領空に侵入するという、事態も発生したことがあり、性能を向上させた、無人航空機を使用して、こうした行為が常態化する可能性もある。これを受けての国会答弁では、当時の安倍政権は、無人航空機の扱いも、有人航空機の場合と同じで、それに対する武器使用は、正当防衛時と緊急時に限られると回答しており、果たして、その対応で対処できるのかという点は、議論の的となった。現在、アメリカは、中国に対して、F-22 戦闘機と F-35A 戦闘機での日中中間線を越え、中国本土へ、最大級の圧力をかけているとの情報をキャッチしました。今回は、この中国本土へ、最接近の状況を詳しく見ていきます。ペロシ訪台で、米中の対立は、より激化しています。中国はいつの間にか台湾と尖閣は同時に侵攻する方針をかな。
2022年6月に、月初から中旬にかけて、山口県の岩国市にあるアメリカ海兵隊の岩国基地には、アラスカ州やハワイ州からアメリカ空軍のステルス戦闘機が総数で30機ほど飛来しており、その意図に注目が集まっていた。この内訳は、いわゆる第5世代戦闘機と形容されるロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターが12機と、F-35 ライトニング 2A 型が18機であり、これほどの数の同機らが日本に集結したことは、非常に稀有な出来事だと言えた。こうした動きをアメリカが見せた背景には、前月の5月に、中国海軍の1隻目の航空母艦にして、訓練用の艦艇とされる、遼寧が、沖縄の南側の海上で搭載する固定翼、機、回転翼、キラの多数の発着海演習を繰り返したことがまず浮かぶ。また、同月の下旬にかけては、中国空軍とロシア空軍の戦略爆撃機が、日本海方面から太平洋方面に及ぶ合同飛行を敢行しており、世界の多数の国が、ロシア・ウクライナ戦争でロシアと距離を置く中、中国は協力関係を明確にしていた。中国やロシアにとっては、ロシア・ウクライナ戦争を含めて、アメリカをはじめとする西側諸国の価値観のみが世界を動かしているわけではないと示したいのだろうが、つくづく、これらの国々の危うさを再認識させられる。ことに、ロシア・ウクライナ戦争の渦中にあり、アジアにまで、軍事力による影響力を行使することは、事実上厳しいロシアはともかく、中国は、台湾への軍事的圧力を弱めることはなく、日本の南西諸島に対する動きも同様である。それでも、従来のアメリカは、中国をいたずらに刺激することは、国策として得策ではないと判断している嫌いがあり、中国の著しい軍事力の増強もあって、近年は、あまり直接的な、軍事的な牽制行動については控えている、感じも伺えていた。しかし、6月24日からアメリカは、沖縄の嘉手納基地所属の F-15 イーグル、岩国、基地に常時配備中の、F/A-18 スーパーホーネット、F-35 ライトニング 2B 型、そして、臨時に飛来中の、同 A 型と F-22 ラプターを動員した訓練を実施した。これらのアメリカ空軍、海兵隊の戦闘機は、2機で、1組の編隊をなし、最大で、同時に、8個ほどの編隊を、韓国の南側から、日本の尖閣諸島の北側に向けた、日中の中間線に沿って飛行させ、そのうちの1割ほどは、中間線を中国側にまたいだとされる。アメリカ軍は、こうした行動に、KC-130J 空中給油機を随伴させており、主として尖閣諸島の手前の空域にて飛行する戦闘機に、空中給油を行い、航続距離を確保したとされ、大型の原子力航空母艦等を投入せずとも、軍事行動が可能だと見せつけた。アメリカ軍の戦闘機体のこうした動きに対して、中国側は、対岸の福建省等の基地から J20 戦闘機等をスクランブル発進させて、警戒に当たったといい、こうした行動について、日本政府は、アメリカからの事前の通告を得ていたという。ただし、日本側からは、こうした中に、戦闘機の派遣は行われておらず、この状況を監視する意味で、そう、奇形怪奇等の複数の航空機が、アメリカ軍並びに中国軍の、それぞれの戦闘機の動きをつぶさに観察することに努めたとされる。政治的には、近々に、アメリカのバイデン大統領と中国の習近平主席は、2者会談を行う予定であると見られており、今回のアメリカ軍が見せた動きで、中国の軍事力を牽制することが可能であると、事前に知らしめる意味合いもあったのだろう。ロシア・ウクライナ戦争に見るように、
ロシアの横暴をアメリカは許容できないことと同じく、台湾においても、中国軍の軍事的な行動をアメリカは許容できないと示す、必要性に駆られたゆえの行動が、今回の戦闘機派遣の理由だと考えられる。アメリカ海兵隊の岩国、基地では、7月7日に、同基地に常時配備中の FA-18 スーパーホーネット、F-35 ライトニング 2B 型に加え、臨時に飛来していた F-35 ライトニング 2A 型と F-22 ラプター等による、ガズ機発進準備訓練を行っていた。第二次世界大戦時に、爆撃機体の存在をアピールする目的で開催されたのが、起源とされるのが多数機発進準備訓練であり、これは、多数の機体が滑走路に集う様を、動物の像になぞらえて、エレファントウォークと一般的には名ばれている。今回、アメリカ海兵隊と空軍は、各種の戦闘機を用いて、この多数機発進準備訓練、つまり、エレファントウォークを実施したことを画像で公開したが、第5世代戦闘機の F-22 ラプターと F-35 ライトニング2の A、B 両型が集ったのはかなり稀有なことだ。そうした状況からも、今回の岩国基地への F-22 ラプターと F-35 ライトニング2A 型の飛来は、極めて異例な出来事であり、台湾有事や日本の防衛体制にとっても、強力な後ろ盾となるアメリカ軍の新たな可能性を示唆したものと受け取れる。ロシア・ウクライナ戦争は、近年、稀に見る大国同士の直接的な軍事衝突という点で、様々な戦訓を示しつつあるが、戦闘機で見た場合には、相互の空軍機が、ほとんどのケースで、いわゆる第4世代機しか投入できていないため、決め手を欠いている。一時期は、ロシアが、自身の優位を示そうと、第5世代戦闘機たる SU-57 を投入したと、喧伝した時期もあったが、同機は、実戦配備されている、機体数そのものが少なく、そもそも、ウクライナの、健在な地対空ミサイルを恐れてか、長距離爆撃に使用されただけのようだ。そのため、第5世代戦闘機が、空中戦を行うなどの事態は正規しておらず、また、今後も、その可能性は、著しく低いと予想され、これらが行い得る制空戦闘が、いかなるなるものになるのかは、全く不明な状態のままであると言える。こうした中で、今回、アメリカが F-22 ラプターと F-35 ライトニング2らを日中の中間線付近に飛行させたという意味は、中国軍の戦闘機や対空兵装に対して、自軍の航空戦力が優位にあることを内外に対して知らしめたものだと感じられる。アメリカ側は、今回臨時で岩国基地に派遣していた、F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型について、7月21日に、最後の2機も、訓練の終了に伴い帰還させたと、日本側に伝えており、これら総数30機は、日本を後にしたことが、明らかとなった。これら F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型の岩国、基地への臨時的な派遣については、7月に入り、事前に、土日の飛行は原則的に行わないと説明されていた状況が発覚にされたとして、一部の反対派からこれを糾弾する声が上がっている。こうした声を受けて、岩国、市側は、7月9日と17日に、指摘の通り戦闘機の飛行があったことを認めたが、それは、訓練を目的としたものではなく、派遣元の基地に帰還するための飛行であったと、認識を示し、事態の沈静化を図っている。岩国基地が所在する岩国、市では、一部の反対派からの糾弾にさらされ、こうした釈明を強いられているわけだが、そもそも、アメリカ軍の日本の国内での活動に対して、
席を追うべきは国であり、一地方行政機関が判断可能な問題ではないと感じる。すでに、中国の年々増強される軍事力に対し、日本一国のみで対峙することが困難となっている状況下にあって、抑止力としての在日アメリカ軍の行動にまで異論を挟むのならば、これに代わる案の提示を行ってほしいものである。